サー・アランドイド・ホジキンは、イギリスの生理学者で、生物物理学者。中枢神経系の調節に応じて、各機関が動くために必要な神経細胞の活動電位の研究により、アンドリュー・フィールディング・ハクスリーと共に1963年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。1963年には、シナプスの研究者のジョン・シー・エックルスも、同賞を受賞している。 ホジキンとハクスリーはイオンチャネル仮説を打ち立てたが、この仮説はわずか10年後に検証された。イオンチャネル仮説を証明するために活動電位を測る実験でボルテージクランプと呼ばれる電気生理学的な技術が初めて用いられた。この実験に使われたもう一つの大きな要素はアメリカ検査機以下の巨大な軸作であり、これによって通常は扱えないほど 小さな神経繊維の電流を記録することができた。この実験は1935年にケンブリッジ大学でカエルの座骨神経を使って始められ、第二次世界大戦による中断を挟みながら1940年代まで続けられた。戦中は自発的にイギリス空軍に衛星兵として従軍し、後に情報通信研究所で ビレッジインなどのセンチメートルレーダーの開発に関わった。戦後、ホジキンとハクスリーは1952年に理論を発表した。パッチクランプ法が開発されると、イオンチャンネルの存在は確かに確認され、この業績でエルヴィン・レイヤーとベルト・ザクマンは1991年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。オックスフォードシャー州バンベリー出身。ノーフォーク州。 ホルトのグレシャムスクールとケンブリッジ大学トリニティ、カレッジで教育を受けた。彼は1972年に大英帝国勲章ナイトコマンダーを1973年にメリット勲章を受勲した。1948年に王立教会フェローに選出され、1970年から75年にかけて王立教会の会長となった。 同協会から1958年にロイヤルメダル、1965年にコプリメダルを受賞した。1978年から84年にかけてはトリニティカレッジの学長を務めた。ありがとうございます。